どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マリオットボーンーイが新たにですね、レストラン特典を会員限定にね、開始にいたしました。で、またですね、こちらのマリオットアメスク、私はね、プレミアムカードなんですけれども、こちら保有されている方はですね、ウェルカムドリンクはね、いただけるっていう風になりますんで、本日はね、こちらの2つ解説やっていきたいなと思います。 ということで、昨日はですね、動画ね、ちょっと休ませていただきまして、申し訳ございません。ちょっとね、私事で申し訳ないんですけども、たくさんのね、コメントいただいておりますので、ちょっとね、紹介させていただきたいなと思うんですけども、まあ、私自身ですね、子供で、ね、一人、5歳の子供がい,いるわけなんですけども、第2子がですね、昨日の朝のね、5時ぐらいにね、無事ね、生まれまして、元気なね、女の子が生まれて、うちの家族はですね、4人家族にね、無事になれたということで、本当にね、あの、ゴミあの、 動画のね、コミュニティ欄の方ではですね、報告ね、させていただいたわけなんですけども、本当にね、温かいコメントをたくさんいただきまして、本当にありがとうございました。 はい。ま、あお祝いはですね、私のね、この概要欄に載っている、あの、アフリエイトリンクからですね、あの、利用していただいてっていうのはね、あの、冗談なんですけども、本当にね、えー、たくさんのね、優しいコメント、あの、お祝いのコメントね、いただきまして、本当にありがとうございました。ということで、ちょっとね、昨日はね、動画休んでしまったんですけども、まあ、できる限りですね、ニュースがある限り、毎日ね、更新していきたいな、なんていうふうに思いますので、今後もね、ぜひ、えー、チャンネルね、見ていただければな、なんていうふうに思うんですけども、本日はですね、マリオットボンボイが、 安定に5%の、ね、レストラン割引特典を開始いた,しましたで、またですね、それとは別にカード会員にですね、ウェルカムドリンクをね、えー、提供っていうね、えー、発表しておりますので、本日はね、こちらの2つをね、えー、解説やっていきたいな、なんていうふうに思います。 それではですね、公式制度ね、こういった形になっておりまして、会員限定の割引特典ということで、レストラン、バーでですね、期間限定で割引をね、受けることができます。こちらのレストラン特典っていうのは、まあ、昨年までだったと思うんですけども、 20%とかね、関限定で利用することができていたわけなんですけども、2022年、最終的にね、2022年年末ぐらいにね、終了して、で、その後もね、ホテル独自でね、やってたりしてるんですけども、まあ、現時点ではですね、公式ではね、やってないって言いたがちになってたわけなんですけども、まあ、最近ね、復活したって言いたがちになります。で、 内容なんですけども、えー、残念ながらですね、こちらに書いてある通り、5%割引ということで、まあ今までね、10%、20%とかね、そういう割引でね、利用することができてたわけなんですけども、まあ今回再開にはなりましたけども、利用料金はな、ね、い。 5%が割引は受けられるって言ってた感じになりますでえ、期間がですね、こちら期間限定になっておりまして、こちらもね、結構短めです。2023年の9月の15日から2023年の11月30日までということで、まあ、大体2ヶ月ちょっとぐらいのね、えー、限定のキャンペーンっていう風になります。またね、先ほど言った、えー、提携カード会員でウェルカム特典ということで、ウェルカムドリンクはですね、利用することができるって言ったはちになります。で、今回のね、対象ホテルのレストラン ですねこの公式制度にねずらっと書いてありますんで、まあ、こちらねあの読み上げたりはいたしませんけども、まあ、利用する際にはですねこちらのページね概要欄に載せておきますんでえ是非ね 各自でチェックね、していただければなと思います。まあ、全部のね、ホテルの全部のレストランが対象っていうわけではございませんし、で、またね、ホテルによってですね、対象外日とかもね、設定されておりますので、こちらね、あの、各自でチェックしていただければななんていうふうに思います。で、全体的なね、規約に関してなんですけども、つかね、注意事項がありまして、このね、5%割引っていうのはですね、まずね、1回あたりのご利用が、 えー、十最低十ドル以上じゃないとね、えー、いけないっていうのと、またね、複数回のご利用をまとめて最低利用金額とすることはできませんということで、まあ、一回の利用金額がね、十ドル以上じゃないと、この5%割引っていうのは、 え、受けることができないっていう風になりますんで、え、この手をね、注意してください。で、またですね、こちらもね、注意していただきたいんですけども、朝食料金には適用されませんということで、まあ、ステータスね、プラチナ以上持ってる方は、まあ、基本的に全部のホテルではないんですけども、まあ、朝食特典ね、利用することができますので、まあ、プラチナ以上持ってる方はですね、朝食はね、ステータスでついてくると思うんですけども、まあ、リッツ・カールトンとかね、エディションホテルとかですね、プラチナステータス以上でもですね、朝食特 特典がついてないところであっても、まあこのね5%割引っていうのは朝食料金にはね適用されないっていうふうになりますんで、まあ、リッツカールトンの朝食を利用して5%ね割引受けようみたいな、まあこういったことはね利用することができません。でまたねこういったねけあのサービス料とか税金とかねこういったものにも適用されないっていうふうになりますんで。 この点はね、覚えておいていただきたいのと、またね、11名以上のレストラン予約、まあこちらに対しては利用することができないっていった形になります。またね、特定の、えー、特典除外日には適用されませんということで、まあ年末年始とかですね、あとクリスマスとかね、あの特別ディナーみたいなのありますよね。まあ私もね、テラソン横浜でね、結構このクリスマスブッフェみたいなのね、あの参加してたんですけども、まあこういったのもですね、この割引は受けることができないっていった形になります。 で。 こちらに関してはですね、ダイニング特典ということで、まあお食事でね、1米ドルごとに10ポイントね、もらえたりするんですけども、こちらとはね、併用できるっていう風になりますんで、まあこちらもね、場所を選んでいただければ、対象レストランね、出てくるっていう風になりますんで、このね、特典とは併用することができるって言った味になります。まあこういった感じでですね、今回ね、レストランバー簡易限定割引はですね、追加になりましたということで、まあ5%割引ということで、ね、まあ結構渋めなんですけども、まあ、まあ マリオットボンボイホテルですね、レストラン利用される方ね、結構いらっしゃると思いますんで、まあ、これはね、嬉しい朗報になるのではないのかな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、ウェルカムドリンクのね、特典を見ていきたいなと思うんですけれども、先ほどのはね、会員限定っていう風になりますんで、マリオットボンボイ会員であれば、誰でもね、利用することができる特典っていう風になります。で、こちらの特典は、このね、マリオットボンボイアメックスプレミアムカードですけれども、こちらね、一般カード、プレミアムカードありますよね。こちらは、カードの特典っていう風になりますんで、このね、マリオットアメックスの一般カードだったり、プレミアムカードをね、保有されている方が対象って言った形になります。 ではね、こちらが利用規約になるわけなんですけども、えー、期間がですね、先ほど同様2023年9月の15日から2023年11月30日木曜日までの日本国内の参加施設にして、えー、このね、ウェルカムドリンクを、えー、特典ね、受けることができるって言った形になります。この参加施設っていうのはですね、先ほどのレストラン特典とね、同じホテルが対象って言った形になります。で、こちらね、ウェルカムドリンクの特典ということで、ここね、注意していただきたいんですけども、まずね、カード会員を含む最大 4名様に1人当たり1回のウェルカムドリンクをプレゼントいたしますということでこちらね書いてある通りグランドメニューより1人当たり1品以上の注文をいただいた場合にのみ適用されますということでですんでウェルカムドリンクだけ利用するみたいなそういった利用方法はねできないっていうふうになりますんでこの点はね注意してくださいまあレストランでね注文した際にまあ1杯いただけるっていう感じですかねでまたね カード会員を含み最大4名様までっていうふうになりますんで、この点も注意していただきたいのと、ウェルカムドリンクは朝食料金には適用されませんということで、朝食をね、あの、有料で利用した場合に、このウェルカムドリンクをね、つけるみたいな、まあそういったことも利用することができないって言った形になります。で、またですね、このウェルカムドリンク特典は特定の除外日には適用されません。中国の旧正月やクリスマスイブなどの特定除外日には、この 参加施設の経営時の判断で決定されますということで、まあ、ここら辺はですね、対象ホテルでね、あの、利用できるかどうかっていうのは、えー、確認していただく必要があるって言いた形になります。で、またですね、またね、注文時にですね、その旨をね、伝える必要がありますということで、これね、自動的に出てきたりいたしませんので、この点はね、注意してください。カード特典のね、ウェルカムドリンクくださいっていうのね、まあ、かなり恥ずかしいと思うんですけども、まあ、それをね、こちらから申し出しなきゃいけないっていうふうになりますんで、まあ この点もね、覚えておいていただきたいのと、まあ、まあ、これは大丈夫だと思うんですけどね、このウェルカムドリンクはフロントとかね、その他の申告の場合は適用されませんということで、まあ、このレストランでね、注文時にこの旨をね、伝えていただく必要がございますんで、 この点もね注意していただければなと思います。で、またですね、この特典はクラブマリオットまたは他のクレジットカードなどの他のプロモーションと割引を併用することができませんということで、まあこのクラブマリオットね知ってる方いらっしゃるかと思うんですけども、このねクラブマリオットっていうのは、まあ、アジア太平洋で最も従事した飲食を中心としたロイヤリティプログラムということで、まあこれね無料だったらめちゃくちゃいいんですけども、これね結構高いんですよね。まあ参加ホテルねこういった形 になっておりましてまあ割引等々もね受けられたりするんですけどもこれね下の方に確か値段が書いてあったと思初年度7万5000円ということでまあ、結構ね高いんですよねまあ得点はねまあまあいいっていうふうになりますんで、ホテルで、ね、食事とかねすごい利用するっていう方はねまあ結構いいのかななんていうふうに思うんですけどもま対、あ、象ホテルね限られておりますんでまあこれこのホテルで食事とかね利用よく利用するっていう方はまあ、一応ね検討してみてもいいのかななんていうふうに思うんですけどもウェルカム ウェルカムドリンクの特典とこのねクラブマリオットの特典は併用することができないっていった形になりますまあこのページもね一応概要欄に載せておきますんで気になる方はですね是非ねチェックしていただければなと思いますそれでは次にですねちょっとね今回のレストラン特典とウェルカムドリンクの話とねちょっとそれるんですけどもなんとね公式サイトで見てください東京エディションホテル銀座とうとうですね2023年10年月オープンとということで え、公式サイトにね、乗りました。ということですんで、このホテルね、コロナ禍にオープンするって言って、もうね、ずっと延長、延期ね、開業するので、ね、延期になってたわけなんですけども、とうとうね、10月近日にオープンということで、まあ今ね、9月の後半になっておりますんで、来月にですね、東京エディション銀座ね、オープンするみたいですね。で、これね、先ほどちょっと中見させていただいたんですけども、残念ながらですね、イメージ等々もね、全部表示されてなくて、今までね、 表示されてたもうこの写真だけ今ね見ることができるっていうふうになりましてまあそれ以外の写真はね全部イメージで多分これ他のホテルから持ってきてる写真だと思うんですけどもまあ他の情報はね見ることができないんですけども一応ね客室はね14フロアで7 6部屋で10スイートっていうふうになりまして東京エディション銀座がですねとうとうね10月近日にオープンするっていうふうになりますんでこれもね非常に楽しみですね。 まあ、とはいえですね、ちょっとね、今ね、マリオットボンボンの国内ホテルね、非常に高騰してますんで、多分ちょっとね、宿泊しには行けないと思うんですけども、いや、10月近日にね、オープンというふうになりますんで、これもね、非常に楽しみですね。 ということで、今回ですね、マリオットボンボイホテルで会員限定にですね、レストラン特典、またね、マリオットボンボイアメックス、マリオットボンボイプレミアムカードにですね,ね、ウェルカムドリンク特典ということで、解説ね、させていただいたわけなんですけれども、まあ、とうとうね、9月も後半ということで、そろそろね、10月に入りますよね。はい、10月に入るということは、マリオットボンボイホテルはですね、ウィークオブワンダーはね、 来るかもしれないですね。まあ昨年もね、ありまして、昨年のメインだったのは、ホームビラのね、宿泊実績2倍キャンペーンですよね。今年はね、どんな感じで来るんですかね。まあ去年ね、このホームビラの2倍キャンペーンが来て、私はね、今年プラチナ防衛できたわけなんですけれども、今年はね、どういった感じでね、 キャンペーンが来るのか、これもね、非常に楽しみですよね。まあ、そこが出ましたらですね、またね、動画解説したいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。